なんか気がついたら自転車は車道を走るものってなってた。はい、あ、じゃあ昔はじゃあ最初は歩道だったんで歩すか。道が普通だったと思うよ。うん。今でも歩道走ってるやついっぱいいるじゃん、正直。まあ、いますよね。怖いしあさ、れ、車道走るの。はい。どっちがそのマナーいいっていうか正しいんですかね。それは車道さ。ああ、そうなんですね。それは車道だけど、あんなだってさ、装備ゼロで車と並走するの怖くない？いや、俺本当にずっと多分キョロキョロしちゃいますね。あれマジ怖いよ。で、しかもなんか結構さ、それはこそさ、いいチャイ乗ってるやつらさ、もう端っことかじゃなくてさ、結構堂々と中央の方で走るじゃん。い。あ、走ってますね。いや、お前、いや、お前すごいなと思って。いや、怖いっすよね。怖い。マジで怖い。あ、やったことあるんですか？あるよ。だって、その、ロードバイク乗ってた時とかは結構そういう、ええー。けどなんかいいのかなっていう。俺これ車道走ったことないからさ、その中央をさ、車乗らないから。いや、なんかルール間違ってんじゃねえかなとか思ったりもするしさ。確かに、そもそもこれで本当にいいのかなっていう気持ち出てきそう。おお。あ、ベガじゃない、あ、ベガじゃない、ユリアンじゃないんだ。今メインコーディっすね。あ、そうなんだ。いや、車側嫌だな。車で乗っもてると2じ、人で、はい。車乗ってると自転車マジで嫌いになるらしい。やっぱ嫌なんだって、車側は。まあ、鬱陶しいっすよね、あんな。怖いしな。怖いよ。引いたらだって、殺人だもそうっすね。ん。そじうゃあ、やっなんぱ、だ。歩道を走るべきなんじゃないかなって思っちゃうな。そうだよね。どんどん。強っ。いや。この展開は誰でもあるでしょもう見慣れたのに何回見てもみんな減るっていうコメントしてるイメージありますね。う。数百回みたいなのにこの流れ。うわ。これがいいのか。今、1入れ替えとかもあるのかな。うおー。アングリーですね。そら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 。アングリーずっと取られちゃいましたわ、こっち来てるとき。え、あ、そうなんだ。マジで一番きつかったっすね、多剣？分。剣。ええー。道着で一番きつそうでした。あ、そうなんだ。なんか波動拳はだるいんですけど、他のキャラって一応どっかで V スキル貼れるんですけど、剣走りで、ユリアンの V スキル絶対とがめられちゃうんで、ずっとその歩きガードし続けないといけないみたいな。あ、なるほどね。あ、じゃ、あ、ユウとかはもう EX サード打ったら絶対貼れるんですよ、とりあえず。EX 作動。あと、ああ、ユリアユリンアンの、側がってことか。そうですね。ただ、剣はあんまりそれでも貼れなくて。ブスケルってあの、あっち？鉄っていうか、アーマーの方？あ、そうです、そうです。で、それつけられちゃえばもうすげえ立ち回り有利になるんですけど、そもそもあんまりつけられなくて。あと、さっきとあれ剣がつながるんですけど、マジで踏み込み深すぎて圧がすごいですね。か。まあ、アングリはもともとそうだね。うもとん。もとそういう人だね。ピンがすごい。うう、入れ替え。でかいか。コーディ相手にめちゃめちゃ行くな。殴り合ってる。すごいな。トントントン。まあでも、コーディは日本の方がやっぱ強いだろうな、さすがにな。あ、日本人に合ってそうっすよね。じりねえ、じりだ、しつつ。早っ。暴れぐらいの。使わないリーチ。ングリー強いな。うわ。すっごい。怖い。梅さんテスト5やってるんですか？もうやめた。まあ、そうっすよね。完全にやめた。なんかまあ、悲しいっちゃ悲しいですけど、なんならやってる人の方が俺偉くないなって思っちゃいます、俺も。偉くない？やってる人の方が。どういうこと？いや、大会、俺本当はテスト5本当に好きで、もうなんかいっぱいサブキャラずっとやってたいんですけど、ああ。
大会ないのになんかちょっともったいないじゃないですか。まあ、一応格ゲー金が鍛えられるとかはあるかもしれないですけど、うん、言って大会ないからなんかやってもというか、いや正直まあ、シュートとかはまださ、そのプロ歴、あ、でもまあ言うて結構経つか、時間。でも、いや、まあでも先輩とかに比べたらもう全然そうですね。俺によく何回も言ってたけど、2010年に始めてからマジでゲーム休んでないのよ。でもいい加減、そう、13年ぐらい休んでなくて、はい、いい加減ちょっと休憩欲しいなっていう思ったね。そうっすよね。俺今年すげえ頑張って、うん、だこれ前、まあ、いつも頑張ってるんですけど、この頑張りを何年もやるんかっていう感覚がすごい来たんで。ああそうだよね。あ、先輩たちすげえなっていうのと、スト6全然2024年の春でいいなって思いました。発売、あ、来年ってこと？さらに来年。ああ、まあ5がもうでもね、キャラも出ないからね、さすがにこのバージョンであと1年はちょっと大変なんじゃない？いや、もう本当に休み期間として、もう5の、ああそういうこと。いや、それは休みすぎだろ。それはスポンサーも見放すよ、それは。みんな休みすぎで。まあでもね、変な話、やっぱ俺は結構理解してもらってるね、スポンサーたちに。まあまあ、大悟はずっと頑張ってきたから休んでいいよみたいな。いや、ほんとすげえなと思いました。ちょっと満喫してます。でも満喫してるんですけど、はい、夜やることないから寂しくなるっていう夜ね。寂しくなる、いいっすね。夜寂しくなっちゃうんだ。まあ寝ればいいんだろうけどね。いやー、でも寝るってきつくないですか、そのやることなくて寝るって。いや、まあまあそうだね。でもまあ朝起きてれば結構自然と夜眠くなるから。ああ、まあまあ確かに、うん、確かに。昼寝せずに起きとくってことだね。そしたら夜寝れるからね。それは寂しくないからね。寂しくない。寂しくなんかない。じゃあ一日今って何してるんですか？配信？あと結構ね、雑用っていうか、例えばチャリ買いに行ったり、区役所、うんうん、区役所行って住所あれしたり、あ、家具買ったりとか、なんかあとその膝で病院行ったりとか、まあそういう。やんなきゃいけないこといっぱいやってる感じだね。あ、じゃあもういよいよ明日とか明後日ぐらいから本当にやることなくなってくる。そうだね。いや、でも髪切ろうかなと思ってるね。おお、埋めますね。あとは人間ドック行くね。おお、あ、俺も行きますわ。あと取材が明日からも。おお、なんだかんだいっぱいある。うん、1週間以内に3つぐらいあるから。え、あ、取材が、うん、対談も含めるとね。対談、取材、対談、取材、取材みたいな。ちょっとおかしい。そう。じゃあなんだかんだ日中はやることあるんですね。日中やること、そうだね、うん、有効活用。なんで中大で暴れる。シーズン1かな。シーズン1、4フレだったよね、あれね。あ、らしいですね。うん。早い。そう。うわぁ、結構オーディの流れになってきたな。早い！実際早いと思う。ワンちゃん、あ、昇竜、昇竜、昇竜？足りるこれ？おぉ、死んだか。しゃれてんな。足りるー。ずっと燃えてた、人が。うわー、終わらせに来てる。あ、でもね、この、はい、この休みを利用して結構企画もんの配信をやろうと思ってるよ。おお、うん、楽しみにしています。あと今言うんですけど、あの梅原ジオにいつか出たいです。今言うんだね。今言うんすね。いいよ、やったー。でも今ほら梅原ジオ争奪戦とかやってんだよ、ミルダムで。あー、そっか。だからじゃあミルダム行ってきますわ。一回ミルダム行って1日16時間ぐらい配信してもらって、でてっぺん取ってからちゃんと。そう、そうすると、ね、あ、そっか。そうすると20分ぐらい会話ができる。なんかおまけしてほしいですね、そこは。そこは知り合い割引で。10分か。